どうもゲタハノです。本日のテーマは火葬場に来る時のだけじゃないんですけれどもいわゆるそういう早々の儀、まあ、お葬式ねお通夜とか、まあ、全て含めてなんですけれども、まあ、そういう時の,あの例えば髪の色とか髪型とかであと、まあ、女性からの質問で多かったのがあのネイルとか。はい えー、そういったのってやっぱりこうなんかちゃんとして、まあ、ちゃんとするっていうのもねまたあれなんですけどもちゃんとするの意義とは何なのかってなるんですけどもまあ,あのいわゆるね例えばその黒髪でみたいなこう爪も何もないような感じでっていう風にこうにやっぱちょっと直していった方がいいんすかねどうなんすかねみたいな。 はい、えー、そういったテーマの質問というのも結構来ておりましてまあ、それにちょっとねまあ、まとめてお答えしようかなというふうに思っております。で大前提なんですけれどもまあそういった類のことに関して僕がね一番考えなきゃいけないと思うのはそれは誰がそれに対して指摘するのかということです。はい ここすす。ごく重要で,すでそこをね考えていくといろいろ見えてくるところもあるよね、えー、こう結構こう柔らかく考えていくこともできるよねっていうようなところが結構あるんですよね。で例えばそのお葬式とかでもまあ一番多いのはね結構ほんと近しい人とか親戚の方とかなんですよ。で要するにその時にそれをこうすごく例えば怒る人がいるかどうかですね。はい えー、そこは非常に重要ですで例えばネットとかでね、あのー、じゃあその髪の毛は金髪だったりとかなんか赤色だったり緑色だったりみたいな,なんか多種多様な感じだったりとか、えー、なんかそういうのはもう非常識だとか言ってね、えー、ネットでは書いてたりしますけどまあ別にあのこれは本当は僕の個人的な感想ですよ。あのー、そのご家族、ね、の皆さんと、まあ、あと参列する方も含めてね 別に全然いいじゃないっていう空気感のところだったら僕は全然いいと思ってます。まあ、それこそ例えば個人さんがね、もう俺の私の葬式の時は、えー、もう完全に死ろっていう遺言でも残していればあれですけども、えー、でもいや全然いいよ。いやもう僕の時もうあの好きなようにやってよとか言う人だったら、えー、そもそも個人の意向として考えても全然 OK なんですよね。えー、だから他の動画でも言いましたけれども、例えばあの皆さんも服を着ていないっていうのもあの一部ありましたよ。一部。 はい、すごく少ないですけれどもでなんかまあ個人さんがねもうその全然楽な感じで来てくるようでしかもあの本当にもう家族だけとかね、えー、こじんまりした感じでやっていたのでだから結局もう家族全員がじゃあそうしようって言ったら別に誰も文句言う人いないんですよね。 で、しかも、例えばですよ。じゃあ、ゲタ君が、あの、新米美容師だったとしましょう。美容師さんね、ありますよね。美容師の専門学校とかあるぐらいね、えー、今でも人気の職業らしいですけれども、あのー、まあ、全部が全部そうじゃないと思いますけれどもね。僕、美容師さんに聞いたんですが、その新人の頃はね、えー、結構、その派手な髪型にしろ。 え言われたりもすると、まあ、これもお店によると思うんだけどもその僕の知ってる人はそうだったと、えー、それなんでなのって聞いたら、えー、例えばですよ、えー、僕のこの下駄君の髪の毛がですねなんかすごい緑色とかだったらやっぱりそのお客さんに覚えてもらいやすいとでそれでまあ要はだから仕事としてね 仕事としてそういうふうなすごく目立つような髪型、えー、髪色にしているとかいうのもこれもやっぱり普通にあるんですよねだから例えばその髪を染めているイコール絶対にもうあのチャラチャラしているだけみたいなあのそういう考え方では僕は全然ないです あの本当にいろいろありますしねえ。例えば水商売的なことをされてる方とかだったら、もうそれ仕事なんですよね。で、しかもネイルって、なんかあれ、僕ね、そのやったことないんで分かんないですけど、なんか結構、もう外すとか結構大変みたいな、なんかそういうのあるじゃないですか。なんかペロってめくってオッケーみたいな感じじゃないでしょう。なんか結構そういうところに行って、あの、いちいちそのお店に行って外してもらったりとか、えー、なんかそういうのもあるって聞いてるんで、まあ大変ですよね。 っていうように、えー、いろんな人にはいろんな事情があるんでね、まあ別に僕自身はね、あのそこまでとは思っております。で、ただ、例えばですよ、えー、なんかものすごいね、じゃあ自分のお父さんがなんかすごい硬いお仕事のね、えー、なんかちゃんとしてる感じのやつとかで、で、その、えー、仕事先の方もいっぱい来るみたいな。 で、そうなると、あの、まあ、ちょっとなんか、例えばその、この緑色のなんかブロッコリーみたいになってたら、なんか気まずいよね、みたいな、があったら、それは合わせたらいいと思います。はい。その辺は本当だから、空気読むって感じですよね。で、まあ、髪の色なんかはね、もう本当にそのスプレーとかでシューっとこう、まあ、とりあえずその日だけとか、まあ、やろうともえばできるし、じゃあ、例えば、えっ、ー、と、女性の音色ね、でもそれちょっとむずいよね、難しいよねって感じなんですけれども、まあ、これも、例えばですよ、あの、なんか、あの、ちょっとね、 なレースっぽいというか、なんかいい感じのね、あの、黒い手袋ね。はい。なんかそういうのあるじゃないですか。まあ日本ではね、あんまり使ってないですけれども、なんかその海外の映画とかのね、お葬式の時になんかこの、えー、女性の方がこう黒いね、あの、手袋をつけたりするでしょう。なんか、ああいうのとかあると結構いいよと。 はい。そしたら、まあね、例えばもうネイルとかでなんか言われそうな雰囲気のね、なんかそういう感じだったら、まあでも外すのも大変だし、お金もかかるし、じゃあそういうのをこうちょっとあのー、用意しておくみたいな。はい。えー、それだけでもだいぶ印象変わりますよね。 まあどうしてもね、例えば物質だったら、その、証拠の時とかね、やっぱ外さないといけないですけど、証拠の時って、でも、あの、やっぱりこう、皆さんに見えない感じだと思いますんで、まあ全然大丈夫かなと思いますし、まあそもそも、あ、気を使ってくれてるんだなって、大体の人はそう思います。大体の人は、あ、あこの人が気を使ってやってくれてるんだな、しっかりしてるな、というふうに思われるんで、えー、だから全然ね、大体それで大丈夫かな、というふうに思います。まあ一部ね、一部、あの、何をしてもやっぱ言う人はいますから、ね、<laughs> でも、 あの何をしても言う人というのはもうそもそもおそらくなんかあの嫌いなんですぐらいで <laughs> あの思っていただいてもいいですよ。その模服ですらね、えー、なんかその模服も例えばねそこすごい結構高級なやつとか、まあ、そこそこ普通のやつとかちょっとお安いやつとかねそういうのもあるんですよ。まあ礼服を売ってるお店のね、まあ、よく言う歌い文句とかまあ実際そうなんですけれども、ね、あのこちらじゃあ1万9,800円の模服とこちらの3万9,800円の模服らい 比べるとどううでしょ39,800円の喪服の方がすごく黒いでしょうと、ね、見比べると19,800円の方ちょっと色が薄く見えちゃうですこの辺がねやっぱり違うんですよっていうのは、まあ、これはもうよく言うやつなんですよ。で例えばその親族同士でねあのものすごくなんか険悪な親族同士だったらもう喪服を着ててもあのちょっとその喪服ちょっと安っぽいよみたいな感じでもうそれですらこう言ってくるとかあるんで、まあ、その辺りもねもう本当空気を読んでっていう いうようなあの感じだと思いますじゃあ仮にねもうあの髪型もねこうシュッとしててで爪も何もしてなくて、えー、そして礼服もすごくピシッとしてて、えー、上質なものを着ていてパーフェクトその状態で参列しましたでもそのいがみ合ってる親族の人とかがいたらですよそれでもやっぱりね言う時は言うんですよ「えっ?」と「えなんか言うことある」と「あの人はいつももうなんか適当なのにこういう時だけはちゃんとしてるのね」って <laughs> そうなんですよ。何でも言えちゃうんですよね。 なので、あの、本当に僕はまあ気にしすぎもあのやっぱりちょっと大変だなと思いますので気を使っとこうかな一応周りにちょっと相談してみようかなっていう感じでやるのが一番いいですし大,大体の人はみんなそれで理解してくれますからねはい大体の人ははいっていうのが、えー、一応僕の答えになりますということで、えー、本日はですね身だ、えー、しなみについてお話をさせていただきました ではまた火葬場のことでわからないことあれ何だったんだろうなということがありましたら「ゲタ花をホームページから是非ご利用ください。